1975年の近鉄バファローズでは、1975年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸男監督の2年目のシーズンである。前年後位に終わったチームの体質改善のため、西本監督は、長く4番として君臨した土井正弘を太平洋に放出して、柳田豊と柴池弘明を獲得。 A クラス奪回に燃える西本監督は1979年初、優勝時の主力メンバーとなる石渡茂や栗橋茂などの若手を積極的に起用。投手陣は柳田の加入と芝池の復帰に加えて入団から3年間は中継での起用が多かった井本隆が後半戦以降は先発陣の一角を担う活躍を見せる。 打撃陣では、大田浩二と共に、甲子園を沸かせた、島本孝平が、南海からシーズン途中に移籍するなど、戦力を強化したチームは、前期を貯金一致の3位で終えると、後期は移籍の土井に代わって4番に入った、クラレンス・ジョーンズや佐々木京介といった主軸の活躍で、貯金20を稼いで、初の後期優勝を果たし西本監督が胴上げされた。プレーオフは、 上田理事監督率いる阪急との対決となり、初戦を乱打戦の末11対7で勝ったものの第2戦以降は、阪急投手陣の前に打戦が沈黙。最終的に1勝3敗で、阪急の優勝を許し、西本監督の胴上げはならなかった。優勝は、プレーオフで決定。2位以下は、プレーオフの結果に関係なく、勝率順で決定。ありがとうございます。